今回のテーマが五大湖をテーマにしました。まあ、五大湖 の、 まあ、5つグレートレイクと呼ばれるんですけど、まあ、5つ湖がある中の、まあ、自然、湖面に映ったリアルな、なんていうんですかね、景色で湖面に映ったリアルではない、水面に映った景色っていうので、まあ、リバーシブルだったりそういうので表現しました。のある名前の下でやらせていただいているので、まあ、どこか外したいなっていうのは、まあ、常々思ってます。まあ、特にヘッドホンのこともあったんですが、あのヘッドホン自体は11チャンネルあるんですね。なので前後ろ斜め前後ろ上頭上で11個あると。で、まあ、11.1 チャンネルの1チャンネルはまあ低音なんですけど、国内を盛り上げていきたいなというのがあるので、まあ、アケさんだったり、そういう特に、海外に行くような方々に、国内のブランドを着ていただければすごく国内も盛り上がると思うので、本当これからも活気づくようにお願いしたいというのが一つあります。先生が作ってきたブランドを受け継いではいっているつもりなので、大変でしたね。ありがとうございます。